はい、はじめまして、おはようございます。チャプター不明です。エクストラ行きます。一体何が待ち受けているのか。 if とはどこ、ここどこの場、あ、類か、もしかして類視点。校舎の前に立ち小さく息を吸う。今日ここで私の命は終わってしまうらしい。これは変えられない運命なのだと私の一番のお友達の声が教えてくれた。今までもたくさんの未来を教えてくれたあの子が悲しそうに言っていた。決意を固めて一歩前に踏み出す。そこで気づく。私は不安に震えてしまっていた。ふと後ろから声をかけられた。トビ君だった。私の大切なお友達の一人。ちょっとガサツだけど本当は優しい心の持ち主。このままだと止められてしまうので私は小学校の中へと駆け込んだ。え、喋れたの？さようなら。思ったよりもスルリと声が出た。ずっと失っていた声が。トビ君の泣きそうな声が見えた気がした。次の瞬間、大きな音とともに私は下へ下へと落ちていった。どうやら気を失っていたらしい。起き上がり辺りを見渡す。辺りはめちゃくちゃだった。とにかくまずは教室に行かなくては、そう思い暗い中 手探りで進んでいく。しかしどうやらこの玄関から出る道は塞がれてしまっているようだった。どうしよう、途方に暮れそうになる。するといつもの声が大丈夫だよと教えてくれた。いつもはみんなでやっているのに今日は一人なんだと思うと少し寂しかった。でもこれは何よりも大切なことだ。涙がこぼれそうになる目をこすって私は奥へと進むための方法を探すことにした。なんとかして廊下側へ行く道を見つけないと。どこかに通り抜けられる隙間なんてないかな。ほう、靴箱の中には何も入っていないみたい。土砂が積もってる。あれ、山から突き出てるのは何だろう。これ、この木の棒結構しっかりしてるね。持っていこうかな。うん、うまく抜き取れた。玄関の外は土でいっぱいになってる。外に出るのはもう無理みたい。ランドセルがあんなところに。高い場所にあるから取れないや。じゃあまずはこれかな。拾った木の棒だよ。結構しっかりしてるみたい。おつ、ほい。この木の棒で届くかと思ったけど、ちょっと長さが足りないみたい。これじゃないか。あ、ここの土砂だけ石が多いよ。うまくやればどかせられるかも。とはいえ、手でどかすのは大変だよね。何か道具はないかな。この木の棒でザックザック。やった。思った以上に綺麗にどかせたよ。それじゃあ向こう側によいしょっと。こっち側は用務員さんの部屋につながっているのね。あの部屋の中を通れば廊下に出られるかも。なるほど。下駄箱が倒れちゃってる。役立ちそうなものはなさそう。ここから土砂が入ってきてるんだ。危ないから近寄るのはやめよう。あ、ロッカーが横に倒れちゃってる。
開いてみたいけど、手前の土砂のせいで開けないや。さっきと同じようにこの木の棒でどかしちゃおう。ふう、ちょっと疲れちゃったけど、これで開けられるね。中には何が入っているかな。これは掃除用の道具かな。この長さならいけるか。この長さなら何か使い道がありそう。ちょっと重たいけど持っていこう。まあちょっと他も調べてみるけど、中にはもうバケツくらいしか入ってない、いないね。あれ、こんなところに。これは先生のカバンかな。それとも用務員さんの。少し後ろめたいけど、手がかりがあるかもしれないし、中を見ちゃおうかな。何の手がかりを探してるの、これは。なんだろう、これ。山？ああ、はいはい。あ、わかった。縦と横の数字の数だけ×印が書いてあるんだ。このカバンの持ち主さんはパズルが好きなのかな。でもこれだけか。って、あれ？よく見たら右についてるのって鍵じゃない？取りたいけど、私の力じゃ紐を切ることができないや。受付窓も割れかけちゃってる。ここから入るのは難しそうだよ。割れかけちゃってるんだと、破壊したらいいんじゃないの？ダメなの？扉は開くかな？鍵がかかっちゃってる。なんとかして開けられないかな。ここに仕掛けがあるみたいなんだけど。普通の鍵とダイヤル式の鍵、両方を解錠しないといけないみたい。これか。ここに鍵を差し込む必要がありそうだね。ランプがついてないね。ロックされてるってことかな。1234。回して合わせるタイプの鍵みたいだよ。用務員室のプレートだね。これって取り外せるようにできてたんだ。用務員室、学校関係者以外立ち入り禁止。お？あれ？裏に何か書いてあるよ。なんだろう、数字が書いてあるけど。これを解けってね。解けってことね。そういえばこれ、カバンの中に入っていたパズルに似てるような。もしかしたら同じように解けるかも。縦横の数字の数だけ×だよね。何か書くものさえあれば実際に印をつけながらできるんだけど。書くものないの？メモ帳あるじゃん。とりあえず、なんか区切られてるな。こうで、こんな感じでいいか。74646。もうちょっと大きくいくか。こんな感じ？まあいいや。わかればいい。35154453。35154453って言ったっけ？合ってる？わあ、右がすごい大きくなっちゃった。35154453。35154453。合ってるね。じゃあやっていこう。まあ、こういうのはね、まず
分かるところからペペペって埋めていくべきなのよ。5も分かるね。でだ、ここも5か。でだ、3がこうなってるってことは、なるほど。6もわかるね、これ。この縦の1がすでに終わってるから、残りに×が来るってわかる。はい、下も同じだね。違う、ここじゃない、こっち。これか。はい。で、ヒントが増えてきたから。この3も終わってるね。あとは、この3見ていくか。斜めだよね。斜めだから、1、2、3。なるほど。じゃあ、これで3つできてるからどうしよう。ここと、ここには来ないってことが分かってる。まあ、どっちにしろ、こっちに関してはすでに、縦の1で確定はしてるんだけど、ということは、とりあえず、こっちということが分かった。で、横4もできたから、こっちということが分かる。これで完成か ?3515445。これで完成っぽいね。なんだ?あ、数字か。3751かな。3751かな。あ、これを入力すればいいのか、もしかして。3751。合ってた。あ、ダイヤルの方のランプがついたよ。でもまだ扉が開かないや。もう片方のランプもつけないとダメみたい。案が簡単でしたね。上履きがいっぱい。逃げ遅れた生徒はいないみたい。よかった。じゃあまあ、取ってみますか。デッキブラシだね。長いから役立ちそうだけど、掃除用の道具かなみたいなこと言ってた割に、デッキブラシ知ってるやん。このモップならランドセルに届くかな。なんか急にモップになったんだけど。どうした？やった。ランドセルを落とせた。デッキブラシが急にモップになったよ。何か役立つものが入っていないかな。これは筆箱か。どんな筆箱だこれ。最新式の筆箱か。あ、中にハサミと鉛筆が入っているみたいだよ。ハサミか。でも変な仕掛けで閉じられちゃってる。用心深いね。これが動かせるってことなんだよね。こうか。こうだな。うなじ。いや、だとしても、
だとしても他にもなんか。偉人。当時、事件。違うな。時計。次元。あったよ。適当にそれっぽいのはめてただけなんだけど、あっちゃったよ。当時、けなげ、偉人、時計、うなじ、次元、トナン。あ、トナン、斜めはないのか。まあいいや。筆箱が開いたみたい。中のものを借りていこう。ハサミ。こっちも使うのか。せっかく借りたから、ちゃんと役立ててあげたいな。もしかしてさっき書けるものとか言ってたのって、まさかだよね。メモ帳使ってやっちゃったけど。消しゴム付きの鉛筆だね。芯は折れてないから書けるよ。まさかだよね。カバンについてる鍵を取りたいけど、私の力じゃ紐は切れないや。もう解いちゃったから反応なしってこと？まあいいや。筆箱に入っていたハサミだね。入れてくれていたことに感謝しないと。せやな。ぶったん入れ。このハサミを使って鍵を。ゲッチュ。うん、取れた取れた。けだ。これは用務員室の鍵じゃないかな。試してみよう。これで脱出しちゃったら本当鉛筆の意味が。この鍵を差し込んで。やった、ランプがついたよ。これで両方のランプがついたね。扉は開くかな。よかった、これで先に進めるね。鉛筆やった。なんとか玄関から先の廊下へと進むことができた。一人でできたことが少し誇らしかった。わかるちゃんみたいに何でも分解できたらもっと楽だったかもしれないけど。そして私は、いつか来るその日のための準備に取りかかる。一つ上の学年の教室。私は博士くんの机の中に、手紙を書いて入れた。どうか届きますように、そう願いを込めて。私が通っていた教室。少しの間だったけど、たくさんの思い出ができた場所。そういえば引っ越してきたばっかりなんだっけ。ここにも小さなメモを書いて隠した。シャッターを閉める。よくわからないけど必要なことらしい。保健室のベッドに寝転ぶ。今日は私の貸し切りだ。そうやって最後の準備を終えて、私は給食室へとやってきた。ああ、なんだかお腹が空いたな。そう心でつぶやいた瞬間、寂しさが増した。そんなに謝らないで、私は平気だから。私、思うんだ。この世界には絶対に変えられない未来があるって言ってたよね。何がどうあっても変えられないって。変えられないから変えられない。なんだか謎かけみたいで難しいね。でもね、変えられない未来が変わるなら、それは変えられなくない未来ってことでしょ？よくわからないって、自分でも混乱してきたかも。とにかく、その中の一つくらいはもしかしたら変えられるかもしれないってこと。そして、一つだけでも変えることができたなら、
変えられるはずのない未来が変わるなら、きっと世界は変わるはずなんだよ。あったかもしれない未来が、なかったことにはならないかもしれない。なかったはずの未来が、やっぱりあったことになるかもしれない。そんな風に。そっか、やっぱりわからないか。まあ、しょうがないよね。本当は私もよくわかってないんだ。すごく説明が難しいんだけど、なんて言ったらいいのかな。どうやっても変えられないっていうことが嘘だったってなったら、また変えられる未来があるってことになるんじゃないかなって。こんな悲しいことにはならなくて、みんなで毎日楽しく過ごしていい、毎日楽しく過ごしているような、そんな未来が。私は目を閉じ、思い浮かべる。ルイかこれ。おいルイ、行くぞ。大丈夫？足元気をつけてね。ルイちゃん、早く！私の大切な人たち、そしてみんなの大切な人たち、みんなが幸せに楽しく暮らせるような、そんな温かな未来、きっとどこかにそんな未来があるはずなんだ。喋ってる。待ってよ。ルイ小さく笑って走り出す。みんなのもとへ、未来へ向かって。イフってこっち？イフルートに入るんじゃなく、そういう未来があったかもしれないという話？自身の死を知りながらも、ルイは友達の幸せを願っていた。変えられない未来を変えることができたなら、世界も変わるはず。そう信じて、ルイはありえたかもしれない未来を予想した。そういえば、チャプター12読んだっけ？ 12 だっけ？ 8 年。なんで今12とか言った謎の研究所で眠っていた道を示すものに、真実を聞いたワカルたち。しかし、このままでは、宿体炉の暴走により大災害が起きてしまう。ワカルたちは力を合わせ、究極の危機を乗り越える。なるほど。はあはあ。これにて、今作は終わりのようですね。そっか。結局違う未来には繋がらなかったか。はい。まあ、イフというタイトルから少し期待してしまったけれど、まあ結末は変わらなかったということでね。ルイ視点のお話でした。では、ここまで本当にご視聴ありがとうございました。今作はこれにて終了となります。それではまたいずれ、まあ何かしらの作品で会うことがあれば。じゃあね。